どうもかげやんです今日はですね、えー、ニュースレターを作成するということについてお話ししたいと思います、えー。これはですね、そのお店ですね、お店、だから商売ですね、その自分のお店の商売につなげること、えー、もうちょっと言うと、もっと。 えー、先につながることにもなってくるとは思うんですけども、えーまあ、表面上は自分のお店の宣伝ということになるんですかね、えー、なんですけどもそのニュースレターをね、えー、自分のお店のニュースレターを作ろうというふうに考えておりますほんで、えー、以前もね作ったことがあったんですニュースレターを作ってた時期もあったんですけども、えー、その時はそこまでね えー、内容をしっかりとこだわってやっていたわけではなくとりあえずこう出すような感じで出していたんでですね、えー、今回はもうちょっとこう集中して、えーまあえー、全力を傾けるというかですねそ,のそれなりのものもをこう、えー、提供したいいなというとうころをを思ってますそれを、えー、ニュースレターにある程度の,その価値を感じてもらえるところまでは持っていきたいなというふうに 考えています。ただそのあんまりね、えー、自分の中でこう100%のものを作ろうと思ってやるとなかなか進まないのですですね、えー、まあどんどんそのニュースレターを発行していきながらですねどんどんその自分のそのスキルというかですねその表現であったりいろんなことをこう上げていくレベルアップしていく形でだから第1回 第2回第3回と、えー、そのナンバー3ですよねナンバー1よりナンバー2ナンバー2よりナンバー3の方が、えー、よりそのクオリティが高い状態にこうしていくとりあえずその1回目から一適当でええわっていうことではもちろんないんですけども、えーまあ、作っていくことも意味があるとそこに意味があるとその何もしなければ何も ないんでねで。そこまでのものができるかどうかわかんないですけど自分の出せる、えー、力は全部出してほんでこう作っていってですねほんで、えー、お客さんにお渡しするというところですね。でお客さんが、えー、と変な話ニュースレターが、えー、毎月例えば発行してですねでニュースレターを読みたいから来るぐらいの感じのね、あのー、ものにその。 もちろんその施術を受けたいと思って来られるんですけどもそのニュースレターをもらうっていうのもその言うたらそのお客さんがご来店する、えー、きっかけの一つになるぐらいのものを、えー、作りたいなというふうに考えています、うんうん、だからそこをどこまでねただあんまり自分でそのプレッシャーかけてですね、えー、作れない状態結局発行できない状態っていうのが一番 あかんと思いますね失敗してでもですねそのいまいちやと思われてでもね、えー、それは僕は望まないですけどそのあいいの発行してくれたなと思われたいんですけども、えー、発行しないっていうのが一番失敗やと思うんですねそのニュースレターを発行しないっていうのが一番失敗であってその発行してですねそのまあまああの感想がもらえるようであれば。 いいいかなと思いますしそれがまあ集客にまたこうつながっていく状態になればいい。まあ、表面上はお店のえ集客というところでありますけどもそこからえ自分の中でこう動線はえ作っていってるつもりです。それがどうなるかっていうのはそのニュースレターの出来をどこまで作れるかっていうことですね。まずだからナンバーワン,あのナンバーワンっていうか ナンバー1ですよね1からこう作っていくところでですねまずそのどうですかねその1年ぐらいやったらある程度の門がこう作れるようになってくるんかなっていうぼんやりとしたイメージはありますけどなるべくこういいものをね早く作れる状態にしたいそのためにもあのどんどんこう 早くく発行していくでできれば月1で発行していく形ですね。でお客さんがまあまあの来られるっていうのがまあ1ヶ月に1遍とか3週間に1遍ぐらいで来られるのがいいかなと思うんでですね、えー、1ヶ月に1遍発行していくだから11月後から発行したいなというふうに考えております。ほんで だから11月1日に発行するためにはですね、えー、10月15日までに作らないといけないんですね。で10月15日までにその両面カラーの、ねえー、ものを作ってで,す、ねほんでえー、印刷、ラックスルの印刷に出してですねほんで、まあ、一番安い。 あれで1週間かなぐらいかかるんでかかってで25日ぐらいからえお店に来ていただいた人には配るという形ですねえそれが取れたらいいかなと思ってますほんでえ店前にもですねそのえニュースレターの最新号として取れるようにえその道歩いてる人が取れるようにはしようかなとだから そのニュースレターを受け取るためには僕のお店の前に来てそれを取るかお客さんとなるともらえるという形ですね。それ以外の,、えー、そのニュースレターをもらえる状態っていうのはないという形にしていってそれでどこまでどうなるかっていうこれもねやっぱりまず半年ぐらい続けていってそのニュースレターがここにあるぞとでいいニュースレターがあるぞというふうに。 こう思われるようになればですね、えー、いろいろとこう変わってくるかなというふうに考えています。まあ一つの僕のチャレンジですよね。えー、だから店の、えー、その大きさですね、やれることをこう大きくしていく。そうすることによって店のそのなていうんですかね、その幅が大きくなるとやっぱり集客は広がるというふうに考える店のその強さですね、その。 強,強度といいうううかそういうものが今までと一緒やったらその今までの状態の集客しかできないんですけどもそこにニュースレターを発行するということで新たにそういうものをこうお店のあれって その幅としてこう広げることをすることによってですねまだその集客にそれがつながってくるという形になるんかなというふうに思いますある程度そのこれでどうなるかっていうのを見ていきたいというところと、えー、ニュースレターはこうやっつけでやるんではなくしっかりとしたものを一回一回作っていってレベルを上げていってナンバー10ぐらいにはね、えー、いいものがこう できる状態、えー。ナンバーワンか1からね、あのー、それなりのものを作ろうとはもちろん思ってますけどもやっぱりそのいきなりねそんないいものができるとは僕も思ってないんでこれはこう重ねることによってですね、えー、レベルを上げていこうか、うん。 内容をね。で僕もそのいろいろこう活動するそのまあ休日とかにこう動くいろいろ動いていってですねそのインプットをこうしていくというかねその活動まああの機能でいうとその佐川美術館に平山平山育王店 っってていいうううのをこう見に行ったりしてるんですけどもそういう自分とは全然関係ないものに触れていくというか、えー、そういうことをこう重ねていくことによってこう、えー、生み出されるもの、えー、僕の感性を上げていくことによってその表現 自分がいろいろ経験したものを表現していくものとしてこう生かしていければなというふうに考えております。ということで今日はニュースレターを作成するということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃいでいきましょう。どうもありがとうございます。